メガネはなくなってないかい。改めまして、こんばんは。来てくれてありがとう。いやー、ほんとね、このツアー台湾に恵まれまして、昨日も名古屋で素晴らしい、楽しい、と打ち上げをさせていただきました。非常にいい気分で大阪やってまいりました。タローズ出てくれて本当どうもありがとう。ありがとう。ここだけの話、ドラムの、南光太郎くんがですね、僕が心から敬愛する、黒いゴキブリ型のヒーロー仮面ライダーブラック、主演のね、倉田哲夫さんの役名南光太郎と全く同じで、それについて僕は、まあ、あの彼のお父さんがいかにファンだったか、そういうところも含めて5時間ぐらいはお話しできるんですけれども、前説でキャノンがしくってるのを見て、もうその話はやめようと思いました。本当にかっこいいライブをしてくれて、どうもありがとう。ありがとう。そしてようやく、2013グドモフェスバックヤード楽屋詐称事件の復讐することができて嬉しく思ってます。今日小高さんなんか変でしたね。ありがとう、ランクヘッド。いやー、なんですかね、本当にね、今日なんか、あ、この人うっぷん溜まってんだなと思って、来た時からずっとはあ、わー、管巻きに来たわ。すごかったよね。まあ、いや、まあ、いいわ。震えてるからね。そうだね。いや、ほんとね。まあ、なんだろうね。みんなに、ぶちまけろぶちまけろ、エブリバディみたいな。さ、言ってたけどさ、だから多分一番ぶちまけたいのはあの人。すげえ、なんか、あの人見ると、ほんとロックンロールってそういうのでいいんだなって。気持ちよさがあるよね、ほんと。しかも、すげえ散々暴れた挙句、ゴータさんすげえうまく俺らに繋いでくれた。気持ちいいバンドだわ。何やっても許されるタイプのライブだもんね。最高に楽しかったです。ほんとどうもありがとう。そしてね、何を隠そう、我々FoZZtone、昨年の7月だったか6月だったか、そのぐらいにこっちなシャングリラ来てますね。そして、MC で言いました。まだ出来上がってもいないのに、僕今ね、シャングリラっていう曲作ってるんです。そしてですね、それを聞いたこのシャングリラの店長が、マジですっごい嬉しがってくれまして、別に作ってますよ。とりあえずリーチトゥーマーズが上がり次第送ったらです、超いいじゃん早くやりに来なよ。ようやく来ましたよ、店長。でも店長、あなたはお友達の結婚式に今行ってるそうですね。何日か前のあれが大阪の、インストアライブにわざわざ来てくれて、ごめん、シャングリラやってくれるのに、その日俺どうしてもはずじゃない結婚式があって。まああるよね、そういう、お互い長く生きたらそういうことある。だから今日は本当みんなにね、店長のどこで結婚式やってるのか知らないけど、会場に届くくらいの熱いねコーラスをみんなに期待したいなと本当心から思っております。何のためにここに来たのか、そう、シャングリラをやるために、シャングリラをやるために来ました。全力で気合い入れて、我々のパッションを乗せてこのシャングリラぶち上げたいと思います。そんなわけで聞いてちょうだい、シャングリラ、ゴーウェイゴーウェイ。Do you understand? すでに答えは
最高了。